それじゃあみんな乾杯！乾杯！いただきます、リズ。でも、本当におごりでいいの？任せなさい。なんたって、あたしが本日のコル稼ぎナンバーワンなんだから。まさか、いきなりレアアイテムを引き当てるとは、ついてましたよね。レアって言っても、ゲーム開始直後だし、少し攻略が進めばきっとポコポコ出る程度のものよ。だったらサクッと売っちゃって、こうしてみんなにご馳走した方がよっぽど有効な使い方でしょ。リズかっこいい。ふんふん、それほどでも。なんだよリーファー、突然笑ったりして。ご機嫌そうだな、リーファッチ。こうしてみんなと一緒にゲームを始められたのがなんだか嬉しくって。私、SAO は後からログインしたし、 ALO は先にプレイしてましたから。リーファーゲームに無縁だと思ってたのに、まさか最新ゲームの ALO で遊んでいたとは思わなかったよ。 ALO だから続けられたんだと思う。空を飛び回るの楽しいし。そりゃわかるよ、あの飛ぶ感覚を味わっちゃうとな。アルブヘイムオンライン、通称 ALO。 SAO 事件によりフルダイブ技術に批判が集まる中、それでも衰えないニーズに応え発売された VRMMORPG。 安全を謳うナーブギアの後継機アミスフィアの普及により、 ALO は瞬く間に人気を集める。妖精の姿となり自由に空を飛び回れるそのゲームに、俺たちはすぐに魅了された。そんなゲームにある一人の少女がログインする。幼いながらに天才と称された七色アルシャービン博士。 ALO 内での名前はセブン。セブンは現実と仮想世界の両方でフルダイブ技術への可能性を世の中に伝え続けた。その行為は幼さゆえの強引さを見せることもあったが、彼女の思いはフルダイブ技術への批判を確実に小さくした。今回は晴れて足並みを揃えてゲームを始めることができるな。はい、一緒に始めるってこんな感じなんだ。なんかこれからみんなで頑張るぞって雰囲気でいいですね。このゲームではみんな同じ立場で苦楽を共にするわよ。さあ飲んで飲んで。あ、どうも。酔っ払いみたいだな。ん？外部からメッセージだ。添付ファイル？これってまさかもうできたのか？ましたか？ああ、シリカにとっても朗報だよ。ちょっと待ってくれ。え？は、はい。よし、実行っと。こんにちはです、皆さん。それにストレアさん、プログラムであるユイたちをこのゲームに展開できないかいろいろ探っていたんだよ。けどまさかこんなに早く会えるとは思いもしなかった。よかったな、シリカ。はい、まさかピナに会えるとは思っていませんでした。パパ、ママ、一
緒にいることができて嬉しいです。ユイ、 SAO のシステムプログラムとして作り出された AI で不具合が起きていたところを俺とアスナで保護した。元はプレイヤーの精神状態を監視する MHCP という存在だが、俺たちはユイを本当の娘として接している。俺もユイとここで会えて嬉しいよ。私もだよ、ユイちゃん。ああ、ユイは俺とアスナの大事な娘なんだからな。ここでもパパやママと楽しい思い出をいっぱい作りたいです。私もこっちでみんなと会えてすっごく嬉しい。ストレア、ユイと同じく MHCP で SAO の不具合により覚醒したプログラム。見た目のギャップはあるが、ユイ曰く妹分らしく、天真爛漫なその性格にみんなも振り回されている。ストレアやピナも欠かすことのできない大事な仲間だからな。 AI である私たちをそんな風に思ってくれてありがとう。だが、抱きつこうとするなって。喜びを表現しているだけなのに。ストレア、パパを困らせたらダメですよ。チェー、はーい。さすがお姉さんだな、ユイ。見た目は逆に見えても私の方が年上ですから。ブーブー、そんなに心配しなくても大丈夫なのに。じゃあユイちゃんたちも揃ったところで2度目の乾杯といきましょうか。私のおごりだから好きなもの頼んじゃっていいからね。わあ、ありがとうございます。リズベットさん、なんだか上機嫌ですね。何かあったんですか？実はね、レアアイテムをゲットしちゃったのよ。幸先いいでしょ。だからそれを売ったお金でこうしてみんなにご馳走をしているってわけ。そうなんですか。なんというアイテムを取得したんでしょう。白鋭の牙っていうアイテムよ。白鋭の牙ですか。ちょっ、まあ今の段階では珍しいってだけだろうけどね。あ、すごいですよ、リズベットさん。ドロップ率 0.07% の武器素材アイテムです。 0.07%? これで作られる武器は特殊効果がつくので長く使い続けることができそうですね。先に進んだとしても手に入れる機会が少ない、まさにレア中のレアアイテムです。それを売っちゃったの？私、そうみたいです。あ、私のレアアイテム。誰よ、こんなの後でポンポン手に入るって言ったら。だ、確かリズが自分で。あ、私のバカバカ。レアアイテムが、特殊効果付きの武器が。ほら、リズさん、レア武器なんか持たずにみんな同じ立場でクラクを共にしましょう。とほほ。ここはおごりじゃなくて自分たちで支払うことにしとくか。それがいいかもしれないね。それじゃあ私もログアウトします。続きは今度。ああ、またな。じゃあね、リズ。その元気出せよ。バカね、平気よ。貴重な武器の1本や2本自分で作ってみせるわ。じゃあまたね。リズがたくましい子でよかったわ。俺だったら数週間は引きずってるよ。それにしてもソードアートオリジンか。
データを移植しているからこの町やフィールドはあの時と同じはずなのに、私には全然別に見える。君やみんながそばにいるからだろうね。そうだな、俺たちはみんなと揃って前に進んでいる。うん、それじゃあ私も落ちるね。これからいっぱい遊ぼうね。もちろん。それじゃあな、アスナ。さてと、一人になったけどどうしたものか。ユイとストレアは他のゲームとの行き来を調べに行ってるし、ログアウト前に一回くらいクエストを回してから。ん？ NPC？ 俺のことを見てる？それが NPC の少女と俺の初めての出会いだった。壊れそうな現実を重ねていくんだ、きっと迷わない君を見つけるかな。まだ一人きりは広すぎるから、空へかける消えない願いを。答えを求めてさまよう、ゼロと一だけの新しい世界、かすかに支えられていた彩られた奇跡に生まれ落ちた定めをたどり続けても、今は壊れそうな感情を重ねていくんだ、ずっと本当の自分SAO、 そして ALO と続いてきたフルダイブ技術の広がり、それはやがて新しいゲームの誕生へとつながっていく。今から一月ほど前、俺たちゲームプレイヤーだけではなく世間を騒然とさせるゲームが突如発表された。そのゲームの名はソードアートオリジン。SAO と名前が似ているだけではなく、ゲームデータも SAO からの移植とあって誰もが驚きをあらわにした。かつて4000人もの犠牲者を出したデスゲームに酷似したもう一つの VRMMO。 当然のように世間からは批判の声が上がるが、それを抑える手回しがすでになされていた。安全性を打ち出しているアミスフィアの使用と政府機関による運営会社の監視、さらには開発協力としてセブンが名を連ねていた。このゲームの真の目的はフルダイブ技術の発展のため様々なデータを取ることらしい。その上でセブンの開発協力は世間の批判を払拭するためだけに起用されたのだと自身が話していた。それでもあえて何も言わず協力したのはフルダイブ技術の可能性を追い求めるためだという。新作発表の騒ぎが徐々に落ち着きを取り戻した頃、俺たちはセブンからオリジンのテスターとして招かれる。俺や SAO で共に戦い抜いてきた仲間たちは悩んだ末にテスターとして参加することを決めた。それはセブンと同じくフルダイブ技術の可能性を追いたいという気持ちが確かにあったからだ。俺たちにとってもう一つの現実、
そこで互いに気づいた思いを否定しないためにも、俺たちは前へ進まなくてはいけない。こうして俺たちはオリジンのクローズドベータ初日を迎えた。クローズドベータが開始して2日目、今のところおかしなことが起きている様子はない。だとすると昨日のあのメッセージは何だったんだ。アインクラッドは SAO の部隊の名前であって、このゲームの部隊はアイングラウンドだ。現実性融合ネットワーク、アクチュアリティインテグレーションネットワーク、その頭文字を取ってアイングラウンドと名付けられたらしい。もちろん多少なりと影響を受けているだろうけど、少なくともアインクラッドという名前じゃない。それから送信者の C。 このメッセージを送ってきたのは一体誰なんだ。おーい、聞こえてますか。ようやく気がついた。ああ、フィリアたちか。さっきから声をかけていたんだけど、道の真ん中で麻痺毒でも食らった。難しい顔していたけど、どうしたの。悪い、ちょっと考え事は。それよりも、今日は3人とも来られたんだな。昨日はどうしても外せない用事があったのよ。本当はみんな揃ってゲームを始めたかったけどね。仕方ないさ。逆に昨日はいたけど、今日はログインできない人もいるし。シノン、もともとは SAO のプレイヤーではなかったはずが、ゲームに不具合が生じた際に運悪くログインしてしまった。精神的な治療を行っていたという話は聞いているが、彼女の過去に何があったのかは聞いていない。物怖じしない性格で、冷静な判断に助けられたことがたびたびある。頼りになる仲間の一人だ。僕も昨日は病院の検査でさ、体を休めるように言われてたんだよね。今日は来ても大丈夫だったのか。バッチリ、思い切り遊んでもいいって言われたよ。よかったじゃないか。でもゲーム開始直後はやること多くて大変だぞ。勇気、ALO では抜群のバトルセンスを持っていて、周りからはゼッケンと呼ばれている。彼女の強さは長期間のフルダイブが関係しているが、その理由は後天的な病による終末期医療を目的としたものだった。幸いなことにアスナや俺たちと出会ってからは容態も安定し、仮想現実の世界であっても毎日を全力で過ごしている。やることが多いなんて楽しみだよ。昨日来られなかった分、頑張って取り返さなきゃ。にしても本当に SAO そっくりだね。まだ街の中しか見てないけど。懐かしいだろ。けどところどころ調整もされていて、店の数や種類も変わってるんだ。へえ、それは探索のしがいがありそう。フィリア、 SAO のプレイヤーだった彼女とはホローエリアという変わったところで出会った。本来はプレイヤーが入れない秘匿エリア、そこに囚われたフィリアと脱出するため共に戦い続けた。当初は警戒心をあらわにしていた彼女も、今ではこうして仲間とも打ち解け、本来の明るい性格を見せてくれている。ここが SAO でも最初に来る街なのよね。こんなところだったんだ。シノンが SAO に来た時はリーファと同じくデイモンがおかしくなった後だったもんな。76層より下には行けないっていうあれね。自分があのデスゲームにログインしちゃったって理解した時は本気で焦ったわよ。ダイブしちゃったのは完全に事故だからな。あの時シノンに出会えてよかったよ。それこっちのセリフじゃない？そうかな。
じゃあお互い出会えてよかったってことでいいわよ。私はやっぱりこの街はちょっと怖いかな。デスゲームってここから始まったわけだし。俺たち SAO 生還者サバイバーにとってはそれが普通の反応だと思うよ。けどここはあのゲームじゃない。そのことは間違いないからさ。そっか、うん、そうだよね。せっかくセブンちゃんが招待してくれたんだから思いっきり楽しまないと。僕は SAO の街並みを見たことがなかったからすごく新鮮だよ。やっぱ ALO とは雰囲気が違うね。悪くないだろ、こっちの感じも。うん、見て回るだけでも楽しそうだな。私もどこにどんなものがあるのか見ておきたいかな。それならまずは街の中を見物しようか。私が案内してあげるよ。それは助かる、よろしくお願いね。やったね、おすすめの場所とか教えてよ。じゃあ私たちは街を回ってくるね。後でクエストとか一緒に行けたら行こう。 OK。 あとそうだ、忘れちゃいけなかった、フレンド登録しておかないとな。あ、そうだね、ふつつかものですがよろしくお願いします。ちょっとおかしいでしょそのセリフ。よし、みんな登録完了っと。それじゃ街探索に出発。あ、なんで先に行くの、案内するの私なのに。賑やかな観光になりそう。行ってらっしゃい、楽しんできなよ。そうね、行ってくるわ。よし、俺も今日から本格的に攻略開始だ。